んだったかなと。まあ、寄せ鍋とかもあったし、普通に。あと何があったかな。なんかいろいろ種類がめっちゃあって。選んだのが寄せ鍋でした。ああ、寄せ鍋ですか。そう。美味しそうだな。寄せ鍋いいですよ。あと何だったかな、なんかいろいろ種類がありすぎてあまり覚えてないっていう。鍋。実はですね、我はい。が家鍋が出ない家だったんで、あれ？大家族すぎてうちの親が作るの嫌がるんですよ。ああ、そういうことか。はい、量の調整が難しいので。はい。だから、どちらかというと、おつゆ系が多かったんですよね。まあ、ああ、冬おになつるゆ。と、素振りの味噌汁とか、ああいうのが増えてきましたね。まあ、あとは、おでんとか。おでん、いいね。だから鍋は僕、正直、好きなのって言ったら、もう牛もつですかね、やっぱ。牛もつ、いいはい。ね。まあ、大学生の時に、まあ、九州出身の、陸上部のメンバー多かったんで、おお。で、大会の会場も九州とかだったんですよ。あ、そうでしょうだから行ね、やっったぱ。らやっぱりもつ鍋でしょってことで食べに行ったりとかしてたんで、ああ。いや、こんなに美味しいのってやっぱびっくりしました。私、まあ家は3人家族だったので、まあ大体作るとしたらすき焼きが結構出てましたね。すき焼きもそうですね。そう、すき焼き。僕、大の苦手でした。あれ？はい。甘さがちょっとあ、苦手甘で。いのが苦手っていうことか。はい。なるほど。逆にこの甘さがいいんじゃないのかな。今となっては全然食べれるんですけど、当時はなんだこんなにいろいろ混ざってっていう、なんか、ああ。そういうところがありましたね。へえ、意外？ 意外？私、あと、なんかいろいろ、なんだろうな。多分、社名を見たら、ああ、この鍋やったっていうのが多分出てくるんだろうけど、どのぐらい前の社名があるんだろうかと、今ちょっと検索をしてみようかな。もう生卵使えるようになったのもだから20代中盤ぐらいからですね。私、あれなんですよ。生卵が苦手で。はい。で、すき焼きもだから普通に生卵なしはい。で食べるのが当たり前でしたよ。僕ももともと苦手だったんですけど、やっぱりなんかこの甘いタレをカバーするには卵っていうの結構いいなっていう。なんか、去年だったかな？だったと思う。たまたま、旦那の陸海空さんが、はい。ラジオ番組で、高級石垣牛だったかな？のお店のコースみたいなのが、チケットが当たりまして、いいなで、普通だったら、夫婦で行くじゃないですか。ー。はい。旦那が何を言うかと思えば、俺、歯ないから、友達と行ってこいって言ったんですよ。で、行ってみたら、別に歯なくても食べれるよ、みたいな。いや、いい肉ですから めね。っちゃいい肉だった。もう、トロトロっと食べれるはずですからね。めっちゃ去年だね。去年のちょうど、日付見たら12月20日って書かれてるんで、ちょうど1年前ぐらいですね。めっちゃ、この肉、いいんじゃないですか？ 石垣牛。美味しそう。石垣牛ですよ。めっちゃこのすき焼きの時に卵が出てて、あいや、卵があると思ったんですけど、はい。まあ、卵つけて食べたらめっちゃ美味しくて、え、こんな美味しいのある？みたいな。絶対美味しいですね。めっちゃ美味しかった。三崎牛食べたい。はい。で、ちょうど1年前ぐらいだな。なんかいろんな鍋をやってるな、私は。旦那がよく作るんですよ。マルニーちゃんとか入れて。はい、そうなんですね。マルニーちゃんとか、あと、まあ、大体、牛豚は使いますね。牛豚は使うけど。僕はもう牛と鶏がいいですね。あー、鶏もあるね。鶏も美味しいですおいよ。しいおいしい。で、あと、きのこ系とか大好きですね。私もきのこ大好きなんですよ。だから、鍋の時に、えのき？はい。はい。
えのき入れてって必ずリクエストしますね。えのきとか白滝とか、うんうんうん、エリンギとか。そうそうそう、いいですよね。いいよね。椎茸もいいですけどね。椎茸も、うん、椎茸もいける。味しみたらあれうまいんだよ、はい。カープボーイさんがすき焼きは逆に生卵がないと嫌だな、僕は最近の流行りがすき焼きが2回ぐらい出たから最高だったと来てますね。おー、月に2回もすき焼き、うん、いいんじゃない、逆に。あ、これ、私が旦那と当たったやつが、そうだね、多分、うん、石垣牛って書かれてるもん。これはこのチケットなんですよ。あー、いいですね。ちょうど1年前だね。1年前ぐらいに、期限が切れると思って、慌てて電話して、友達と行きましたね。でも、リック・カイクウエさん、優しいっすね。お友達と行っておいで。あの前のこのキングスのやつが、はい、私がちょうどあの X で当たって、はい、で旦那と見に行こうとしたら、いいよ、地元の友達と行ってこいって言って、一回見てるから、あの見てきなさいみたいな感じだね。おー、リコイクルさんかっこいい。カープボーイさん、今度の赤字地デービルの旅行で家牛のすき焼きが2回出たよ。わお、すごかったと来てますね。あー、いいなー、いいなー、いいなー。あ、でも内地っても相当寒いみたいですからね、うん、雪も降ってるんじゃなかったっけ。そうですね、場所によっては もう雪降ってますからね。まあさすがにも鍋もね、うん、あれだな、おでんも鍋に入るのかな、ところでどっこい。まあおでんっていうよりはやっぱ鍋料理って言ったらなんか、まあすき焼きとか水炊きとかそんなのになるか、ね、なるほどね。まあおでんはちょっと鍋を使ってるってイメージはあまりないですから、ね、あんま、そうだね、沖縄おでんだったら逆に言えるかもしれない。そうですね、うん、沖縄おでんだったら ありかもしれない、ね、ありかもね、逆にね。ね、今日はなんか珍しくあんまりメールも来てないというね、びっくり仰天なんですよ。意外ですね。意外。ナルトラさん来ております、お疲れ様です、今仕事終わりましたと来てますね。お疲れ様です。カープボーイさん、あれですよ、なんだっけ、白菜の値段が落ちてきていてよかったですって来てますね。あ、白菜入れますね、そういえば鍋には白菜欠かせない。でも農家は涙って書いてありましたね。あー、確かにね、言ってるね。暴落してるらしくて結構下がってるってこと。はい、いい、なんか買ってあげた方がいいかもしれないですね。あー、逆に、そっか、そういうことなんだ。どうしようかな、ちょっと告知もあるので、来週はちょっとゲストさん来ますので2週撮りになります。はい、はい、まあ、誰かは今は明かしません。来週のお楽しみにしておきます。テーマだけ先に発表しましょうかね。はい、お願いします。ちょっと待ってよ、4日の収録のやつだから、いつになるっけ、12月、え、いつになる。8日かな。ちょっと待ってくださいよ。8日じゃない、10日です。10日。12月10日。そうです。収録、あ、じゃない、放送のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。テーマは、クリスマスソングです。というのも、このゲストさんが今回ちょっとテーマを考えてくれまして、あなたが思い浮かぶクリスマスソングは何ですか？邦楽、洋楽、アニソン同様と問わず、あなたのおすすめもしくは好きなクリスマスソング、または楽曲の思い出等に関するエピソードを教えてくださいということで来てますね。で、12月17日分のテーマもいきたいと思います。お願いします。テーマは、雪です。あ、雪、いいですね。これも来てまして、皆さん
雪はお好きですか？雪に関する思い出のエピソードや、雪を見たことないけどいつか見に行きたいや、これから見に行く予定などとありましたら、雪に関するメッセージお待ちしてますと来てます。で、コメント欄に雪に関する食べ物の話も OK と来てますね。お、雪に関する食べ物なんかあるかなそこ私もちょっと気になってるんですけどね。ですね。それこそお鍋とかじゃないですかね。うん、鍋、鍋とか。まあ、まあ、今言っちゃうともう ネタバレ。ネタバレ、ネタバレっていうか、ね、ね、もう喋るのがなくなってしまうの。はい、雪は意外と僕、運がいいのかわかんないですけど、はい。何しに行くときほとんど降ってるんですよね。おー、いいね。結構経験してるんですよ。雪、私も2回ぐらい降ってるとこ、2回じゃないな、3回ぐらい見てるな。なんなら1回あれですからね、神奈川に結婚式、友人の結婚式で行った時は40年ぶりの大雪で、わ、30センチ積もってましたからね。短いから帰る時、歩道とど、あの車道の境目もわからなかったんで。おっとっと、危ないね。めっちゃゆっくりザクザク、怖い怖い、帰りました。怖いパターン。沖縄大好きさん、ゲスト誰だろうって来てますよゲスト誰だろう、誰だろうね、誰だろう。カープボーイさん、 FM 講座でパーソナリティしている大吾さんが北海道行ってコンビニ行ってかき氷のシロップ買って、食べようとしたら止められたってよって。あ、よく話しますよね大吾さん。汚いからやめなさいそりゃそうだそりゃそうだ、雨水飲むのと一緒ですからね一緒だね、確かに危ない危ないやめた方がいいやめた方がいいね。そろそろお時間ですか。はい、あと30秒ぐらいですね。はい、では締めましょうかね。はい、はい、では今週の今週もお相手ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はさっきとミキサーのキャンでした。まったら来週、バイバーイ。バイバーイ。最後感じた最後になって感じた まさかの噛むとか。来週2週か、2週やって1週やってってことになる。どうなってんだスケジュールがトンチンカンだぞ。あれによく言ったのでしょ、なんだっけ。あ、そうだね、2週撮りの1週撮りの2週撮りか。そっかそっか。テーマ考えるのは大変だなテーマがない。ちょうどクリスマスイブとあれになるんですよ。なんだっけ、大晦日。うん。マイチングーだね。あ、やばい、鼻水が。鼻水ピーピー始まった。ツイキャス。ふんん。途中で再開したので。ああ、そっかそっか。時間がいっぱいあるんだ。はい。15分ぐらい残ってるちょうど半分ぐらいで切るってことか、はい、どっかでタイミング見て切りましょうかね。そうですね。ああ、前から一応前っていうか1ヶ月ぐらい前に決まったのかな、多分1ヶ月2週間ぐらい前かゲスト決まったのか。いいですね。僕は楽しみですね。もうワクワクしてます。多分このゲストさんは私のことを見たことがあるって言ってたんで、はい、で私は多分ないんじゃないかな、初めましてになると思う。あ、そうなんですね。多分僕は何度もお会いしてるんで。まあ確かにね、はい、確かにね。大好きな方ですね。あ、僕は誰かは明かしません今は明かさないのをわざと明かしてないっていう明かさないのもちょっと楽しみが増えるんじゃない。
23があれです、なんだっけ、FM 宜野湾の、なんか、クリスマスイベントかなんか。そうですね、23土曜日か。特番やりますね。特番ね。なんかセッションするのかな、なんかこの間セッションするとかなんとかかんとかってエコさんが言ってたけどな。あ、ナルトラさんもぜひ23日は歌ってください。多分ナルトラさんが歌うとなれば、多分はい。私もセッションの可能性はあるかもしれないな、三振で。フリームーンメンバー、もう歌うだろうと思って、僕は、もう予定に入れてますから。そう、収録なので31日放送あるんですよ。2週撮りになります、25日に。そうですね。その次の週が休みになりますからそうね。そうそう、1日がちょうど月曜日なんで。だからもうシフトが今回組みづらくて、仕事の。お疲れ様です。私が組んでるわけではないんですけど、お母さんのやつもどんなになるかなと思ってたんだけど、なんとかなりそうなんで、まだ。もう1日は僕も完全に酔いつぶれてますから。いいんじゃない？もう、昨日のこの DJ したバーで、いつも毎年カウントダウンさせてもらってるんで、カウントダウンもやりますかって昨日言ったら、やっちゃおうかって言って、じゃあ皆さん、また31日お会いしましょうって最後終わりました。カブボーイさんが、久しぶりにサッチーさん、まゆみちゃんのファミマ教えて、教えない。教えない。ヨナバルっていうのだけは言っときます。それだけ。それだけ。今でも、家の近くのファミマが、なんかリニューアルしてるみたいで、閉まってるんですあ、でも結構今ファミマ閉まってるとこ多いですよね。改よ。装して、で、こう、またオーリプニンューアみたいルな。オーはい。プン。ただ大型モニターつけたりとかのあれですかね。あ、かもしれない。結構今大型モニターついてるお店が多ちょこちょいこあるね。ので、多いね。確かそのに。取り付け作業とかで多分改修工事入れてるんでしょうね。ナルトラさんが、すでに歌の枠確保。確保してるの。去年のようにエコさんと喧嘩にならないようにします。そうですよ。喧嘩ダメですよ。喧嘩はダメよ。おじさんの喧嘩一番ダメですよ。誰も手つけれなくなりますからね。怖い怖い。あ、僕はまあ普通にその喧嘩止めに入りますけど。まあ 慣れてる人がだったらすぐ止められそうだよね。おいって言いますね。私だから、エコさんに聞いてみて、セッションするんだったら、ちょっと自分が三振の練習しようかなと思って、DM しようかどうしようか迷ってるんですよ。でも、あの喧嘩、山内さんが求めてくるからなーって。確かに。まあ、もう求めたらダメよ。でも、ナルトラさんとエコさんの喧嘩って、面白いですよ。一応、面白いです。悪い雰囲気じゃないんで。まあ、悪い雰囲気じゃない喧嘩だったら全然いいはい。けど。ちょっと今日あたり、1ヶ月前だからちょっと何をやるかっなんていだうかんのは。だ言って2人仲いいからなーってなっちゃいますからね。そりゃそれで、その方がいいけどね。じゃあ、そろそろ、はい。一回止めましょうか。OK。じゃあ、皆さん、今日もありがとうございまあしりがとうごた。ざいました。また来週、よろしくお願いします。